ダジャーお茶をスニーカーということで、本日も始まりましたスニーカーの脳内。はい、本日の企画はですね、3月発売ナイキスニーカー速報ということで、月末恒例の企画、ナイキスニーカー速報、3月発売のナイキの僕の気になったスニーカーを雑談と、プレネ予想を真面目ながらね、どんどん発表していく企画でございます。はい、いやなかなかね、2月もいろいろあって、まあ、3月といえばやっぱり3月26日のエアーマックスで何が来るんかなって、去年とか一昨年はね、エアーマックスで大ごけしました。なんかそんな気がするんですけど、今年はね、ちょっと気になる一足もあったので、3月26日のねエアーマックスでの発表も楽しみに本日の動画を見てください。ということでね、さっさとオープニングに行きましょう。長いのでオープニングの方へレッツゴー。あったかくなってきたね。はい、オープニングの方から戻ってまいりました。まず3月3日、こちらナイキとノクタのコラボレーション、ホットステップエアーテラ。はい、これなんでしょうね。 You used to call me on my cell phone のね、ドレイク大先生がねたびたび着用して、いつでんねんって、先月出る感じだったんですけど、結局ね、今月の頭になってしまったんですけども、いやーかっこいいですね。この白と黒を基調にしたね。やっぱノクタっていうのはですね、ドレイクがナイキにもう参入して、ドレイクが作ったナイキのスポーツラインなんですけども、はい。まあ、前作も前々作もですね、アパレルがかっけーよ。アパレルのね、僕キャップを毎回買ってるんですけども、まあ、一番最初に出たダウンジャケットとかね、結構これかっこいいんですけど、だいぶプレネついてますね。最初プラス1、2万やったの、今もう4、5万、6万プラスとかで買えない値段になってるんですけどね。僕の友人のりょうちゃんとかね、黄色着てましたね。はい。いや、アトモスとかでも取り扱い少なかったみたいです。はい。ということで、まあ、その話は置いておいて、今回はスニーカーが、定価がですね、少し高い2万900円ということでね、白黒出るんですけど、どっちが好きですか、皆さん。僕はですね、やっぱり無難な黒が欲しいんですけど、ドレイク好きやし、やっぱドレイクの凄さって、20世紀代でね、ドレイクはね、ラッパーとしての評価がね、なかなかね、いいっていう人もいれば悪いっていう人もいてね、あ、まあその話は置いとこうが、まあとにかくね、かっこいい一足なんですけど、こちらもプレネつくでしょう。僕の予想でプラス、7、8000円ぐらいですね。まあ、7、8000円で落ち着くんじゃないかなとか思ってます。まあちょっとサイズによってはばらつきがあると思うんですけど、まあ、気になる方はね、3月3日。チェックしてください。もうそろそろスニーカーズにもアップされると思います。ということで、次 !3 月5日、ジョーダン6 UNC。 いやー、これはやばいですね。これはやばい。ほんと、UNC カラーはね、外さねえんだよ。UNC カラーでね、プレネつかなかったことが、もうない。はい。先月で言うと、そう、エアジョーダン1のゴルフ UNC がね出たんですけど、これもまたタクマにプレネついて、今 37,8000円で取引されてます。まあプラス 1,2 万円ぐらいかなで取引されてます。今回はジョーダン6ということでね、あんまり人気がないんですよね。オリジナルカラー桜木、ルカワか桜木どっちかが入ったジョーダン6、カーマインでさえね、2万今定価付近でさまよってるっていう停滞ぶりなんですけど、さあ UNC はどう出るかって思うんですけど、まあね、ジョーダン6ということを加味して、やはりプレネはあまりつかないと思うんですよね。でもやっぱり定価付近はないってことで、プラス6,7000円かな、5,6000円かな、それぐらいだと思います。1万は僕いかないと思うんですよね。予想外したらすいません。ということで次、続きまして、同日からダンクロースクラップとブラック&レモンツイストってことでね、いやーね、先月出たスクラップとの黒一色のやつはね、僕も好きで買ったんですけども、今回はどうですか、こちらなんですけども、ステープルデザインのダンクにちょっと似てる感じがしますよね。はい。ステープルダンクに似てる気がするんですけど、まあ、これはプレネつくかって感じなんですよね。まあ、8、8.5、9とかが、おそらくプラス1000円、2000円ぐらいのプレネつくと思ってます。ということで、次。同日、これはですね、今週の土曜日、シュプリームウィーク2から、ダンクハイ by
エニーミーンってことだよね。あの、シュプリームとナイキのコラボが来ました。ウィーク2からもう大忙しということでね。はい。これはね、まだ公式の発表じゃないので、デザインもガラッと変わってくるかもしれないですし、そもそもダンクハイじゃないかもしれないですし、まあわかんないんですけど、もう、先々週ぐらいからずっとウィーク2はダンクハイって言われてますよね。さあ、ダンクハイどんなデザインで来るのか、このデザインじゃない可能性も結構高いので、まあ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 、ね、プレネ予想したってね、このデザインやったらなんぼとくらいでもわからんって言って、でもこれ、実物っぽい画像とかも出てたんで、まあこれで決定でもいいんですけどね。まあね、シュプリームむずいですからね、はい。ってことで、まあ、ローが、去年出たんですけど、ローはプレネエグいですね。最初11万、12万ついてる。まあ、今は落ち着いてね、9、8万、8、9万とかなってるんですけど。いや、でもやばいっすよ。でもやばいっす。これ白黒でプレネが、だいたい3、4万つくかなって思ってます。いや、難しい。これ難しいないですか？これの予想。まあ、だいたい3、4万つくかなって思っております。ウィーク2、皆さん楽しみですね。ということで、次！続きまして、3月7日。こちら。ダンクロー NN トースティーパックということでね。この NN はね、ネクストネイチャーっていうね、おなじみの、皆さんおなじみの、環境に配慮した、ナイキが環境に配慮したラインということで、炭素と廃棄物の排出量をゼロにすることを目指す取り組み、ムーブトゥーゼロからのラインということでね、もう完璧に読みました。今のはあんまわかんないんで、ね。まあ、環境にいいスニーカーっていうことでね、環境に良くてなおかつかっこいい。これ以上素晴らしいことありますか？ないんですよね。つまりじゃあね、デザインはどうなんやっていうと、まあこちらね、結構色良くないですか？ね、かっこいい、ナイスと思ったんですけども、シューターの部分見てください。ナイキ風車。これは違うねん。これじゃないんですよ。これはもう。いや、普通にナイキのやつつけろよ。なんでこのわけわからんことするんですかね。まあまあまあ。これの影響で僕はね、全然欲しくないです。はい。ということで、プレネ予想なんですけど、まあまあ、なんやかんや言ってプラス、まあ5、6000ぐらいつくでしょうね。はい。ということで、次！ 3月18日。やーばいの来ました。こちら。Air Jordan 8。ルイ・ハチムラ。これはやばい。先々月ぐらいから、ポツポツポツとリーク画像というかね、なんかね、リーク画像がね、出てたんですけど、実際に発売されました。発売される予定です。ごめんなさい。発売されてない。発売される予定です。やばいですね。はい。八村塁選手、みんな知ってると思うんですけど、八村塁選手、NBA のワシントンウィザーズで活躍する八村塁選手、結構ですね、去年は個人的な問題があって、ワシントンウィザーズの試合に欠場してる場面というか、欠場していたんですけども、まあ、今年はね、元気にね、チームに馴染んでる感じでね、馴染んでるんですけど、まあ、チームの順位は良くないですけどね、まあまあ、馴染んでます。はい。まあ、そんなハッチの上段8。いいですね。欠けてますね。まあなんですけども、そんなハッチのジョーダン8。なんか派手な感じで来ると思ったら落ち着いたカラーリングで履きやすい。これスウェード地なんかな？んですけどね、だいぶ履きやすい一足。でもね、このシュータンの裏の黒侍って何なんて、なんかちょっと引っかかりますよね。ちょっとなんか言葉には表せないんですけど、なんかちょっと、お、何これと思うんですけど、まあ黒侍ってことだよね。いじってる？はい。まあということでね、それはさておきね、これはプレネつきますよ。さすがにこれは行くわ。これは万でつきます。プレネプラス万いきます。まあ予想なんですけど、プラス1万5千円から2万円の間かな。まあ30センチとか言ったらまあ3万ぐらいつきそう。まあでも冗談8やからな。どうなんでしょうか。まあ僕はつくと思います。ということで、次！はい。こちらもえぐい。3月素晴らしいな。3月19日から、こちら、ジョーダン4レトロ SE スペシャルエディションの全マスター。おお、かっかっこいい。そもそもかっこいい。ゼンマスターっていう、なんか、名前がかっこいいですね。で、なんか、ゼンマスターになんでこんな派手な色って思うんですけども、まあ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 、そこはね、ナイキ独特の感性ということでね、僕らは受け入れていくしかないと思うんですけども、はい。こちらですね、ゼンマスターというのは、NBA の超名将のフィル・ジャクソンさんからね、フィル・ジャクソンの愛称なんですけど、最近ニックスのね、球団社長辞めさせられた人ですよね。悪い面ではなくて、いい面を見るとですね、3Pを多分3回ぐらい達成して、通算優勝回数が11回 !NBA で11回ファイナル経験して、ファイナルで優勝してます。そして、僕の大好きなコービー・ブライアント大先生とは5回優勝してます。ね、そんなフィル・ジャクソンは、すごく禅の教えを守ってるので、皆さん、選手一人ずつに読書をさせたり、特殊な練習方法をね、貸してたので、
なんか薄っぺらい気がするんですけど、おそらくもっとあのエピソードありますよね。はい。だいぶ、僕は大好きなんですけど、好き嫌いの分かれそうな一足。なので、まあ、プレネどうなんかなとか思ってて、僕は一応スペシャルエディションなので、まあ、プレネ予想は、4,000〜5,000円、5,000円、いや、6,000〜7,000円つくかな ?6,000〜7,000円つきます。プレネ予想は6,000〜7,000円ということでね、僕はね、頑張って狙いに行きたい一足と思います。ということで、次!はい、来ました。先ほど冒頭でも話した3月26日、こちらエアーマックス1プレミア XXXV35、 どういうことなんかな、あんま分かんなかったんですけど、ちゃんと調べてなかったですね、すいません。あのこちらなんですよ。あのいいですね、あの例年のエアマックスデーに比べたらちょっとエアマックスはかっこいいんじゃないかなと思うんですけど、なんかこのソールとかもひび割れした感じでね、経年劣化を表してるんでしょうか、なぜでしょうか。はい。でもこの配色とかもね、あのパパパってやってパッチワークをイメージしてるんですかね。僕パッチワークっていう言葉というか、パッチワークというデザインが好きなので結構惹かれる部分はあるんですけど、さあまあ買うか買わないか置いてて、僕は結構好きなデザインでございます。はい。皆さんはどうでしょうかって思うんですけども、まあ、エアマックス1というかエアマックス系ってね、だいぶプレネがつきにくいんですよね。特にやっぱジョーダン1とかやったらインラインでもプレネつきますけど、エアマックス1はインラインプレネ、なかなかちょっと思い浮かぶプレネがないな。はい。あの、コラボ系だとだいぶね、あの、頑張るんですけど、トラビスと。でも、それでも苦戦しますからね。トラビスとコラボしても全然つかないので、まあ、今回のね、この一足もプレネはあんまりつかないと思うんですね。まあ、ついて、プレネ予想なんですけど、だいたいプラス2,000〜3,000円ってとこで落ち着くと思います。エアマックス難しいですよね。はい。ということで、次!続きまして、同日3月26日からこちら。エアジョーダン3の SE ムスリン。いやー、これね、結構というか、だいぶかっこいい色合いをしておりますよね。はい。これね、見ようによっちゃアママニエールに見えますよね。アママニエール、なんと今、メンズサイズ10万乗りました。もう高すぎるで。履けないんすよ、もうそれは。いや、履きますけど、高えよ。はい。まあでもこれもだいぶ似てるんで高くなりそう。うん。まあ数によると思いますけど、ただのインラインなので、コラボとかではないので、まあまあでもプレネはつきます。まあ僕のプレネ予想なんですけど、だいたいプラス2〜3万。ちょっと幅を大きく取らせてください。2〜3万、プラス1〜2万だと思います。2〜3万はごめんなさい。プラス1万から2万は今回のこれつくと思います。まあでも3月26日発売されるか、これちょっと微妙にわからないので、まあ仮ということで。はい。ということで、次!はい。3月28日から来ました。こちら。エアージョーダン1ゴールテックスライトカリーってことだよね。はい。あ、結構ね、色は可愛いんですけどね。あんま見たことないジョーダン1の色ですよね。はい。でも本当にね、このジョーダン1のゴアテックスはね、だいぶつくんですよね。特にあの、1段目は全然やったんですけど、2段目のあの、ちょっとディオールっぽい色はね、結構プレネつきましたよね。はい。まあね、でもこのカラー単体で見ると人気はなさそうなんですけど、やっぱりゴアテックスがつくと人気出るんですよね。まあ今回第3弾ですけど、まだやっぱプレネはつくと思います。まあプレネ予想なんですけど、だいたいプラス2〜3,000円はいけるんちゃうかなと思ってます。はい。まあ欲しい方はですね、全然僕の予想をね、守りながらでも、プラス2〜3,000円で予想されてます。はい。ということで、次 !3 月29日から来ました。ちょっとね、色的にはえぐい。二足。こちら!ダンクローハイレトロプレミアフォッシルローズパックってことでね。これ結構好きな人多いんじゃないですか?このカラーリングね。でもね、ウィメンズなんですよって言うと思ったら違うんですよ。まだ今の段階ではウィメンズとは言われてません。これ、メンズです。来ました。ウィメンズっぽいカラーやのにな、これこそね。なんか変なとこでね、このウィメンズの区別みたいなのあるんですけど、これ何なんやろうか、ナイキさん。教えてください。ってことでね。いや、この、両方ともね、薄いパステルカラーを採用していて、ウィメンズっぽーくて、僕はウィメンズのサイズ安なってメンズ高なるんやろうなと思ったら、メンズなので、次は逆。ウィメンズが高くなってメンズがちょっと安くなる感じなんですよね、多分。メンズが数多いので。メンズやったらね。はい。ということでね、あの、プレネ予想、ローがだいたい8,000円から9,000円で、まあ、ハイが5〜6,000円かなって思っております。はい。ということでね、今回もね、駆け足で行ったんですけど、皆さん、どのスニーカーが一番欲しかったですか?僕が一番欲しかったのは、やっぱり、八村塁かな?やっぱ、ハッチーが欲しい!ということで、本日の動画が良いと思った方は、グッドボタンを、割と思った方は、グッドボタンを、そして、もっとスニーカーの、脳内を見たいと思った方は、ぜひぜひ、チャンネル登録の方、チャンネル登録してよ!よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、3月も皆さんスニーカーご注意していきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。見るといるのに論理ない、怖い秘宝みたい、思い返して。